とにかくさんざんな目に会いましたね。SNS アカウントのっとられ代表ということでよろしいでしょうか。はい、私のっとられ代表もっと言い方ないですかね。<laughs> じゃあ、パスワードが推測される。無事さんで個別に目見必要なカメラマンの方いらっしゃいますか。カジサクさんは今までに SNS のアカウント、はい 乗っ取られたご経験あるんですよね本当にもう思い出したくもないんですけどももう本当に散々な目に遭いましてですねもう勝手にもういきなりねいきなりポーンって乗っ取られてプロフィール変えられたりとかなんかちょっとセクシーな画像を勝手に貼られたりとかあと僕強烈的にちょっと被害に遭ったのは僕個人的にあのツイッターを使ってあのダイレクトメッセージってあるじゃないですかあちらを使ってですね YouTuber さんとかに僕直接 こうオファーを出させていただいたたただりしたんですよねでその方法としてダイレクトメッセージで僕の LINEID をお送りしてこちらで連絡取らせていただいてもよろしいですかみたいな感じでやってたらやっぱり乗っ取られてそれもさらされたんですよだから僕何百件って12分の間に何百件で LINE 来ちゃってバレてみたいなもうとにかく散々ざんな目に遭いましたね。 ということは今日は SNS アカウント乗っ取られ代表ということでよろししいいでしょうかはい、私乗っ取られ代表もっと言い方ないですかね。<laughs> 乗っ取られ代表ってなんかちょっとねいやでもちょっとこれかなり勉強していただかないといけないなと今感じましたのでいやもうこれは僕も勉強したいですし今後皆様にも降りかかるかもしれないのでそうですねちょっといろいろ勉強したいなと思ってますはい皆さんもぜひご一緒にお願いいたしますはいさあそしてなえなのさんなんですが SNS の総フ,ロアフォロワーが600万人を超えるというとはい インンフルエンサーでいいいらっしゃいますはい、ということで今日は SNS アカウント乗っ取られ代表のカジさんに SNS のリスクマネジメントに関するアドバイスをしていただけるということでよろしいでしょうかはいお任せくださいちょっと聞いた感じ今まで聞いたことのないレベルの乗っ取られ方をしてたので今日はちょっと気合を入れてお伝えしていきたいと思いますよろしくお願いいたします。しお願いいいたます投稿がきっかけででととうことで うん、こちらのとある女性の SNS 投稿なんですが実はセキュリティ的にリスクが潜んでいますカジサクさんどんなリスクだか分かりますかこの写真でですかはいそうですリスクリスクいやパッと見、うん、飼い主さんとワンちゃんがソーシャルディスタンスできてないぐらいしか <laughs> そうですねそこ大丈夫ですそこ大丈夫です, <はい S 2> ですもんね <はい S 2> だってワンちゃんとの愛犬でいやちょっとわからないですねうんということでじゃあどんなリスクがあるんでしょうかはいじゃあ正解をお見せしますじゃーんパスワードが推測されるえ 覚えやすいという理由でペットの名前や誕生日記念日なんかをパスワードに設定しているという人もいるのではないでしょうか,ああそうか実はそこからこのようにパスワードが推測されてしまう可能性があるんです。なるほどねこちら 2> え<い>2021年2月15年月日日誕生日は愛犬の とココとお祝いという,ふうに書かれてますね確かにこれはありがちっちゃありがちですよねおそらく私も中学生の時これやってましたあ実際やられたんだ、はい、なるほどね,ねあこんな感じで覚えやすいこれちなみになんですけども僕が乗っ取られた時、ええ、まあ僕が本当にちょっとこの。 YouTube やっといてなんですけどちょっと機械弱い系 YouTuber でしてでですすねあのそうなんですよパソコン使えない系 YouTuber でございましてその Twitter 乗っ取られた時のパスワードも正直ここうういうことでしたやっぱりめちゃめちゃシンプルなパスワードにこれも僕がおバカなんですけどもめちゃめちゃシンプルなものにしてたからやっぱり乗っ取られたってのもあったでしょうね。うん